はい、というわけで一発目のスペシャルゲストは西草明くんでした。本当にありがとうございました。いつか 3D の体を手に入れたら、一緒にライブやりたいなって思う仲間が思うやつは、まあ一発目はパーキナだなっていうのがあって、もう一番最初にお声掛けさせていただいてます。ありがとうございます。今日夢が叶いますってタイトルでやらせていただいてるんですけども、その一つがまず叶ったなと思っております。ありがとうございます。ね、もう一個夢、なんかやりたい夢というか他にもたくさんあったんですけども、まあ、それはメッシャーズでも3人で 3D で集まりたいっていうやりたいこともあったんですよ。今3人で、今俺1人になったんですけど、3人なんですけど、今ちょっとね眉がちょっと事情は深く分かんないんですけども、多分なんか頑張っとると思うので、僕はね一旦待ちたいなと思っております。はい、どうなるか分かんないですけど、何が僕本当にあれなんですけど、なのでいつかまあ信じてね、メッシャー3人でまた 3D という形でね、集まれるその時まで待ってね、頑張ってまたアキナ呼んで、マユも呼んでね、なんかできたらなと僕は思っております。はい、まあ、今俺が言えることはそんくらいしか言えないし、てかそんくらいしか分かんねえってな感じです。いや本当アキナマジでありがとうございました。また歌いたい、一緒に思っております。